よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、これからインタビューお願いします。はい。で、じゃあまずですね、今日は私が、ノースフェイスの宮崎君の選手にインタビューさせてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず宮崎君の選手の紹介を。はい。ですね。まずですね、ノースフェイスのもう看板選手ということで、はい。まあ、主な戦歴が2015年の、STY 優勝、それから2018年の UTMF が8位、から去年2019年のオマーン3位入賞ということで、で、あとあれですよね、2018年の UTMF でニューヒーロー賞ももらえますよね。そうですね、はい、ありがとうございます。活躍されてる選手です。で、去年のオマーンは一緒に、まあ、他の UTMF とかも一緒のレース走ってるんですけども、まあ、オマーンは日本人女子は私たち2人だけっていうことで。あ、そうだったんですか？そう、あ、他にも女子出てた？日本人。いや、わかんないですけど。多分2人だけだったと思う。なんか意外と人が多かったんで。日本人意外といましたよね。そうそうそう。で、まあ2人でバチバチやり合ったということで。そうですね。そのあたりの話からちょっとお聞きしたいなと思いまして、はい、まずはじめ前半110キロぐらいまではまあなんか抜きつ抜かれつしながら、はじめ君のちゃんがこう先行してて、で70キロ地点ぐらいかな、一回追いついて、で夜だってね、夜一回追いついて、でその後また朝抜かれて、で、また追いついて一緒に110キロ地点のエイドぐらいまで行って、で、そこで2人でこう横並びで用意して、で、そこから一緒に行くのかなと思いきや、私はここで寝ますって言って決めました。で、まあ、その後もまた抜きつ抜かれつしながら行くのかなと思ってたんですけど、その後全く姿が見えなくなり、で、そこから蓋を開けてみたら10時間ぐらい差がついてたんですけども、はい、その最後の60キロぐらいで一体何が起こっていたのかっていうのを私は聞きたいなと思いまして。そうですね、まあ、単純に寝たっていう全部は寝てないですけど10時間分は、はいはいはい、どこでも眠かったんですか？いや、眠かったわけじゃないんですけど、うんうん、食べれなくてパワーが出ないので、はい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 、まあ、休憩したくて、うんうんうん、胃を横に、うん、体を横にして胃を休めたかったっていうのが一番ですね。はい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 。寝たら復活したんですね。結局シャムスちゃんの手前で、うんうん、結果的に寝たのは1時間2時間ぐらいなんですけど、うん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 、横になって動けなかったのは通ったり4時間ぐらいあって、うんうんうん、その時に、まあ、横になって休めたので、うんうん、その後食べれるようにもなったし、うんうん、もう動けるようにもなって、うんうんうん、3日目は全然元気に走れました。はい、シャムスの上って夜だったんでしょ？はい、真夜中です。その時って寒くなかった？ね、いや、めっちゃ寒かったですね。へ、ね、寝る用意は あったの？上に。あ、いや、なんかスタッフ用の、うんうんうん、なんか休憩室みたいな小屋があって、うんうんうん、私休憩で焚き火があったんで、その前でちょっと温まってスープも、うん、スープっていうかあったかい、なんだっけ、カフェオレなんだっけ、うん、なんか飲み物もらって、うん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 、休んでたら、なんかちょっと寝ていきなよって言われて、うん、で、山小屋みたいなところで、うん、なんか寝袋も貸してあげるから寝なよって言われたんですけど、うん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 、なんか途中で、うん、それ俺のだからこっちに変えてくれとか言われる
いろいろやりながら、はい、でそこでは結構その長い時間滞在して、はい、じゃあもうそろそろ行こうかっていうので出発して、でもシャマス山の山頂でも結構寝てる人が多かったんですけど、うん、あ、そうなんですか、へえ、もうなんかみんなの休憩所みたいな感じで、一人一個なのかこう寝袋が、おお、あ、そうなんだ、うんうん、このテント使いなよって言ってくれたのかわかんないんですけど、うんうんうん、あの途中だった日本人の方もテントの中で寝てたし、うん、ねえ、それが、あ、その途中で会った日本人の人っていうのは、参加者の日本人の人？あ、そうです、はい。あの、井上さんっていう、あ、そうです、そうです。一緒に最後の方走ったっていう。はい。なんかその、今話した、こう、井上さんとのくだりとかっていうのは、あれですよね。あの、最近、オンエアになったノースからの、うん、映像カラーっていうムービーで見ました。あれでも出てないですよね。なんか日本人男性と一緒に走ったって言って、そこそこ喋って、そうそう、はいはいはい、そうそう、で最後は置いてったんですよね。最後っていうかですね、シャムス山の登りを連れてってもらって、はい、下りでこう朝が来て、はい、日に当たって体が温まった瞬間に、はい、あの先に行かせてくださいって言いました。ひどいな。いや、まあ行きよう理由があって、はい、あのもうずっと体がボロボロだったんで、携帯をで、うん、あのサポートと連絡取ってたんですけど、うんうん、だから友達のメールがピコンって入ってきて、うん、日本時間あの時はまだ、あ、でも昼か、昼じゃないや、うん、朝なんですけど、まあ、うん、今4位だよって言われて、うんうんうん、4位は嫌だなと思って3位どこって聞いたら、うん、まだ次のエイドまで入ってないって言うんで、うんうん、それでちょっと井上さんに、あの、うん、私3位になりたいんですって。それで井上さんが、え、は、3位が欲しいんですかみたいなこと言われて、いや、ごめんなさい、もう先行かせてください。ああ、はいって感じでした。なるほど。でもすごい紳士だったんですよね。いやー、もうめっちゃあんなに初対面で、はい、優しくしてくれたのは初めてってバリにいい方でしたね。よかったですね。はい、で、なんかまあその後ですね、一応ちゃんとゴールまでたどり着いて、で無事女子3位になったということで、はい、まあ井上さんを裏切った甲斐もあったかなっていう。そうですね。ね、これで先行かせてくださいって言って3位にならなかったらね。本当ですよね、何も言えないですもんね。ね、でももし例えばもう一回オマン走るとしたら、うん、どういうふうに今度はしようかなとか、これ改善した方がいいなとかっていうのはあります？ああ、もう香里さんの後ろにつく。いやでも、あの下りの時にこう抜かしていく時に、これやばい下りですよねって、12キロのこうなだらかな下りがずっとあって、いや、なだらかじゃなかったですけど、ね、あれだけど、ね、でも言ったら結構シャドウがそんなむちゃくちゃ急じゃないから走れちゃう下りじゃないですか。あ、そうですね、はい、ね、でだからで林道みたいな感じだし、うん、でこれってやばい下りですよねって言ってて、自分でもその自覚があったのにそのままこう突っ走っていったじゃないですか。 あ、はい、あれはなんでなんですか。なんでって言われたらちょっとこう難しいんですけど、うん、こうもう純粋にこう気持ちよくなっちゃって我慢できなかったって感じ。いやいやいや、まあ、もうすでに食べれなくなって何時間か、ああ、そうだったんだ、はい、うん、でもなんか、いや、あれですね。言っていいか分からないですけど、うん、カメラで対応してくれた藤巻翔さんが、うん、
香織さんと一緒行きなよって言ってくれたのに、ね、めがけて走ってたらスピードが止まらなくなったっていう。でそのまま抜かしていっちゃったんだ。いや、なんかあそこの下りはもう全然スピードコントロール難しかったですね。難しかったですね。うん、うんうん、あれは大失敗でした。確かに。じゃあ次走るときはもうちょっと前半抑えていくって感じですか。あ、そうですね、さ、うん、抑える。あと食べれるようになるですね。やっぱり吐くまではならないんですけど、うんね、とにかく出るが入らない。食べれなくなるのは何が理由かなっていうのは自分で思い当たる節は、うん、なんかいつもジェルが食べれないのは練習中に食べてないからだって言われたんで、うんうんうん、食べるようにもしてたし、うんうんうん、食べすぎちゃって今度トラブルになっててそれもやったし、うんうん、で今回オマーンはそのエイドに何もないって聞いてたんで、うんうんうん、あの何でしたっけ、あの水でお湯、ん、水入れたら、あ、アルファ米みたいなやつです、ね、アルファ米をもう担いでたんですよ、うん、私、うん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 、で途中でエイドで水入れて、うんうん、で次のエイドで食べるみたいな、で米も食べるようにしたんですけど、うん、あ、それも全然うまくいかないかったので、うんうん、なんか教えてください。じゃあ後でこっそり。はい、じゃあそうですね、なんかこの練習とか、まあ、私も結構あの他の人と走ったりとかすることもあるし、うん、あと練習レース中とかやっぱ特にその女子のトップの辺走ってると男の人と走ることって多いと思うんですけど、こう男の人と走っててむちゃくちゃバチバチやってきたりとかする人いません？いや、もうたくさんたくさんいますよね。なんかそうそう、その井上さんみたいなこう真摯な人もいるじゃないですか、はいはい、でも、うん、まあ、みんなみんなそういう人じゃないですか、うん、なんか一緒に走ってて、あ、この人真摯だなとか、こっちちょっと女性心をくすぐる男子のこう行動とか瞬間、一緒に走ってて思う瞬間とかってどういう時ですか？女心をくすぐる瞬間ですか？うん、なんか、あ、この人素敵だなとか、あ、この人一緒だなとか思う瞬間。あ、この前のそのオマーンで井上さんがしてくれたのは、うん、もうあの私が息が荒くなったら止まって、うんうん、しかもそのちょっと間を空けて止まってくれるんですね。で私が息整えてまた動き出そうとしたらこう動いてくれるみたいな。へえ、それは打ち合わせしてるわけじゃなくて。こう勝手に気遣いを読んで。そうですね、もうあの待ってくださいって言わずにもう待ってくれて、うん、で、しかもその距離がちょうどいいぐらいな、うん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 、たまに距離近すぎる人いますよね。そう、距離近すぎて。まあ今回のレースの場合連れてってもらう前提だし、うん、練習の時とかだとその見えなくなるまで行っちゃって、あ、向こうで待っちゃってる、向こうっていうか先で待ってるっていうことが多いので、まあ、香織さん、うん、まあ、ないかもしれないですけど。いや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 、あるある。でそこあの本当そんな距離で近すぎず遠すぎずのちょうどいい距離で、うん、こう待っててくれて、うん、で大丈夫ですって言ったら、まあ、無言で動いてくれるっていう、もう無駄な話はしない。なるほどなるほど。あ、そういうちょっとハードめな人が好きなの？いやいや、でもなんかあのもう大丈夫なんで行きましょう、行きます、うん、行きますっつったら、うん、あのいや自分が、うん、あの自分が休みたいんでちょっと休憩させてもらってもいいですか、うん、みたいな感じに言ってくれる。あ、それ心遣いだね。いや本当に、それはちょっとクラッとくるね。そうですね、一緒に体育座りになって星空見て、うん、ロマンティックな時間を過ごしてましたけど。なんでそれ恋は芽生えなかったのかな。恋は芽生えないでしょ。わかんない、これから何かあるかもしれないんで。そうですね、はい、可能性は。はい、じゃあ逆にこれはこの人ないなとか、こういう男の人ちょっと嫌だなっていうのはありますか？はい、レース中の場合は、うん、
先行きますかって後ろついてて、うんうんうん、って言ったら、うん、いや自分これ以上無理なんでっていう人、うん、でもそれ本心だったらしょうがないじゃん。いや後で大抵抜かされるんですよ。あ、そうなのなるほどねそう言いながら結局抜いていくんだ。そう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 、うん、なるほどね。練習中は、うん、あの待っててくれて嬉しいんだけど、うん、着いた瞬間にすぐスタートしちゃう人、うん、あーでもそれ結構あるよね。ありますね私もよくやりますけど、ね、やられるとこれは良くないなって思う、ね、なるほどね。あの男性の皆さんこれ聞いてたらぜひ女子と走るときはその辺気をつけてくださいこれ私だけの愚痴になってるいやいや女性の心の声を代弁します今。いやそれはあの乗ってくれるということで。あ、もうもちろんもちろん賛成ってことで大丈夫です。はい、賛成ですやっぱそれ一緒に練習しててなんかそのうーんなんだろう、こうやっぱりつかず離れずの距離を保って引っ張ってくれる人っていうのはやっぱトレーニングパートナーとしてもすごくいいし、あの、うん、私が一番あの男子と一緒に練習してて、あこの人とこの人いい練習パートナーだなって思う人はやっぱその一定のペースでちゃんと走ってくれる人だけど、結構あの私が嫌なのはあの初めすごい意気込んでうわってすごいペースで走って、うん、後半だれてヘロヘロになってる人はちょっと嫌だなと思いますいやそれでも香里さんのパターンはなかなかないですけどね。あでも私一緒に走ってる人たち結構そういう感じでコンスタントに、まあ、長い距離をやる人と走ってる、うん、やっぱり長い距離やる人の走り方とそうじゃない人の走り方やっぱ全然違うんで、うん、短い距離やる人はやっぱバーって初め走っちゃう人が多い。あと下りむちゃくちゃ飛ばしたりとか、うん、なんかかっこいいとこ見せようとしてるのかそういうのが苦手ですなんかあの STY を優勝したとき、優勝した後に、はいはい、すごいそういう人が多かったです。あ、本当に？見せるとすっげー最初もう4分ペースとかで入られていやそんなペース走れないからなんかやっぱそんな優勝する人はむちゃくちゃ速いってみんな思っちゃうのかなね。そうなんですよね、70キロのレースだったら100マイルのペースでなんとかなのに、うん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 もうでも そういうのがあって私もあんまり人と走らなくなりましたもんねわがままなんでもういいやそんな人ばっかりじゃないからきっといい人も今いると思います多分これでもうみんな分かってくれたと思うんで、これから一緒に走りに行く人はきっと気をつけてくれると思いますまあでも多分アドバイスとしてはロング強い男の人と一緒に走りに行くといいと思います、うん、あとなんかやっぱすごく速い人ってなんか余裕があるからあの、うん、なんだろう俺が速いんだぜみたいなのを見せなくてもこの人速いって知ってるような人っていうのは、うん、結構あの相手のペースに合わせて走ってくれたりと か逆になんか自分が速いっていうことをこう見せないといけないぐらいのちょっと速いぐらいの人とかは逆になんか頑張ってすごい自分が速いんだぜっていうことを見せてくるような気がする。私はこれだいぶ敵作りそうな発言しますねどんどんいきましょう。じゃあ、 じゃあそうですね、あとまあ、さっきの、話からちょっと今後のことに移るんですけど、はい、今年ってやっぱりコロナの影響もあっていろんなレース中止になってるじゃないですか。はい。で、このあとってどんな感じで予定してるんですか？レースの予定入ってるんですか？レースは、6月までしか前期入ってなかったんですけど、うんうんうん、それはもう全部なくなっちゃって、うんうんうん、で後半は9月にブルガリアの100マイルのレース出ようと思ってたんですけど、うんうん、まあでもそれはもう中止になってない、なってないです、はい、うんうんうん、けど
まあちょっとどうなるかわかんないので、ん。今山もあんまり入らないでくださいっていうのはどこまで緩和するかかなと思ってます。確かに、東京だったらあんまり近くに山が行けないんかな。でも、山にはアクセスはそんなに遠くないよね、君のちゃん家から。いや、遠い。遠いんですよ。あ、そうなんだ。はい。そうか、それはなかなか難しい。電車乗らないといけないし。だって、ブルガリアのレースってあれだよね、なんか結構な山岳レースだよね、オマーンみたいな感じなんでしょ？そうなんですよ。ねえ。私 MB なくなったら行っちゃうよ。もう本当やだ。出してください。行っちゃうよ。MB なくなってブルガリアのレースはやるって言ったら絶対行くよ、そりゃ。絶対行くんですか？絶対行くよ。だって他にレースないもん。わお。いや、まあ、勝ちますけど。まあ、今度こそ勝ちますまけたど。バチバチやろうね。そうですね。いつか勝ちたいと思ってるんですけどね。はい。勝てないです。いや、多分すぐそんな日が来るよ。いや、まあ、2回しかしてないのに言うわって感じですけど。じゃあ、まあ、今年はその9月のブルガリアのレースがあるとしたらそれ出て、他には何か予定は入ってるんですか？いや、入れてないです、まだ。うん、オマーンはもう行かないの？行かないですね。なんで？ いや、行く人も珍しいと思いますけど、2年連続。本当に楽しかったでし で、ょ？かおりさんのクラウドファンディングのレース予定見てびっくりしましたもん。嘘と思って。どっちかっていうと、もう優勝もしてクリアしてるはずなのにと思って。本当に純粋になんか面白かったなと思って。あ、まあ面白かったですね。うん。あと、なんか人もすごい良かったし、観光も良かったし、また、まあ行きたいなっていうのはあります。うん、でもまあ次、もう1回、今度ね、2回目だし、距離が150キロになるから、多分もっと選手層が厚くなるんじゃないかなと思って、あと、UTWT のレースに入ったんで、多分選手層が厚くなるから、まあそう簡単には優勝はさせてもらえないかなと思うんで、逆に今度は、その強い選手とバチバチやるために行きます。おー、すいません、バチバチできなくて。ブルガリアなくなったらお前行きます。オッケー、約束ね。いや、わかんないです。もうみんな聞いたよ、これ。いや、お前一人じゃ無理です。ノースももう来てくれないし。なんで来てくれるでしょ、また。いや、ないでしょ。いや。いや、でも楽しかったですね。ね。あんなにずっと飽きないじゃないけど、ずっと楽しいセクションがあるのは、ね。初めてって2回目ですけど、確なかなかないなと思いました。かに確かにね。じゃあまあ一応今年に限らずですね、今後の目標みたいなのって何かあるんですか？なんか100マイルをこう極めたいみたいなのもあるんですか？そうですね。世界一の100マイルになります。なりたい。なんだな。そうか。でもさ、なんか私の印象では結構100キロぐらいまでがすごい速いのかなって、君のちゃんは。スピードもあるし、っていう印象があるんだけど、でも自分としてはやっぱ100マイルで勝負したいっていうのがあるんですか？もともとその長い距離始めたのも、その練習をしないと完走もできないなっていうのがあって、最初ロードの100キロを目指したんですけど、なんか、まあ、今だんだんトレーニングももうトレーナー始めて5、6年経って、まあ、100キロまでは走れるなっていうのがあるんですけど、100マイルはもう1日でもなんかちょっとこう、ポテチずっと食べてたら走れないような だね、絶対的に自分の性格じゃ苦手なんですけど、でもそれをこう頑張って目指すことで、ちょっと生活に張りが出るかなっていうのが一番。なるほど。なんで、まあ、世界一ってちょっと何言ってんだって言われる人が多いかもしれないですけど、私もちょっといろんなアンチから言われるかもしれないですけど、アンチいるんだ。 言われるかもしれないですけど、まあ、
なんかまだどこのどういうこうトレイルのレースが好きかとかも分かってないので、はい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 、はい、かおるさんがあの私は欲張っちゃうからいろんなレース出ちゃうんだよって言ってるんですか、うんうん、本当あの100マイルだけでも探したらいっぱいあるんで、うん、そういうレースにもっと出たいなと思ったら年に2本3本しか、ね、うん、いろいろな日程もかぶっちゃうんで出れないと思ったら、うんうん、はあのもうできいけるのは一気みたいなって思ってて、確かに確かに、うんうん、ね、じゃあこれからいろいろいろんな100マイルレース挑戦して、そしてなんかこの間一緒に走ってる時に、うん、個人的にはなんかクールビューティーを目指してるって言ってたのを覚えてるんだけど、はい、なってませんあれなんか私の中の印象では、でも多分成功してると思う、そう思ってる人も結構いると思う、うん、ブランディング間違ってないですか、でも間違ってないかもしれないけど私の中の印象ではもうすごい面白い人っていう印象なんだけど、いやもう今も手汗かいてますし多分あの今回のこのインタビューでだいぶクールビューティーあの失敗したかなって思います。あ、嘘全然大丈夫だと思いますけど本当にもう前髪邪魔でまあでもあの、この間そのあの公開された、はい、あのノースのムービー、はい、あれは本当すごい良かったです。めちゃくちゃあの昨日も見ちゃったいやなんか、うん、100マイルとしてはもうボロボロじゃないですか、うん、うんうんうん、なんかいろいろ叩かれるかなって心配でした。いやでもまあいろんなツッコミどころはあって昨日も我が家でこれどういうことだろうねっていう結構ツッコミ入ってたけどでもあの映像としてはすごい良かったし、なんか頑張ってる方はすごい伝わってきたし、はい、うん、すごく良かったです。おかげさまです、うん、ちょっとなんかもうめっちゃ宣伝っぽく入れちゃってるんですけど、はい、ぜひみんな見てくださいって言うといたらあの変えていいですか。はい、おおすげえこんなんできるんだ見てくださいそんな感じで、じゃあ、でも、うん、ちょっと待ってください、うん、かおりさんが、うん、の夢聞きたいです。夢、私の夢、はいはい、夢はそうだな、まあ、家族仲良く平和に暮らすことかな。いやもう平和じゃないじゃないですかこれいやこの今の状態がずっと続くっていうこと。うん、まあそのためにはあのなんだろう、今できることをちゃんとやっとかないと、うん、なんかね後からあやっぱあれやりたかったとかこれやっとけばよかったとかで、まあなんかね今そのコロナのことでねみんないろいろとあの辛い思いしたり我慢したりとかしてて、そのもちろんある程度その気をつけて自粛したりとかそういうのは必要だと思うんだけど、あのよく今それやらなきゃいけないのとか不要不急とかなんかいろんな言い方があるけど、うん、コロナで死ななくても他のことで死ぬからね人間いつかは、うんうん、だからなんかそればっかり例えば怖がって何もしなかったらあの言ったら明日私車にひかれて死んじゃう可能性もあるわけだから、なんかそういう何もしないで怖がって何もしない人生は送りたくないって思って、うんうん、なんかやっぱり私はいろんなことにどんな状況でもチャレンジし続けたいって思ってます、うんうん、夢っていうのとは違うかもしれないけど、まあうん、そういうチャレンジし続けたいなっていう形はいろいろ変わるかもしれないですけど、うんうん、もしかしたらトレランじゃないかもしれないですか、うん、どうだろうねいやと、うん、まあ、トレランっていう形にはそんなこだわらないですけど、例えば今の選手としてのあの海外でこうガンガンかね、戦ってで結果を残すっていうことができなくなってきた時に、もう私もね今45なんでそういう時が来たら多分数年のうちに来ると思うんですけど、でその時が来た時にそのまあ例えばもうレースでそうやってガンガン戦うんじゃなくて、自分の好きなロングトレイルとかを何百キロとかをずっと何日もかけて、うん、あの踏破するとか、そういう
ことをやっていきたいなっていうのが夢かな。うーん、あとはスキーとかでずっと山を歩いて、海外とかにすごい長いロングトレイルっていうか長いコースがあったりとかして、そういうところを、まあ、スキーでこう小屋と小屋つなぎながらずっと旅したいなとか、そういう夢はあります。いいですね。なんかレース前の思想がすごい楽しそうですもんね。ああ確かに確かにいつもね、うん、そうそうそう、あれはトレーニングにもなるし、プラス写真とか撮ったり、うん、景色見ながらね、なんか夜やっぱレース中って夜しか通らない箇所があるから、せっかく絶景なのに全く見えなかったりとかっていうのはあるんで、まあそういうのを事前に見て写真に収めとくっていうのは楽しい。オマーン真っ暗だったシャムスヤムさんの下り、はい、あれ3日目迎えた方が良かったですよ。あそう、もう私真っ暗なんか本当なんか苦痛でしかなかったよね。そうですよね。うん、どこ走ってんのか分かんない、なんかぐる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 回ってるみたいな気分になって。いやもう最高に良かったです。なんか下の方はねちょっとサマリゾートから登って試走したんだけどね、うん、上の方は全然見てないから、うん、ね、まあじゃあ今度は違う時間帯に走ろうかな。もっと早く走ったらもうちょっと明るい時に。そうですね、うん、頑張ります。でもいつか倒しますんで、はい、待ってます。その前に私が引退しちゃったりして。頑張ります。急いでね、子供が頑張らないと。急いで急いで急いで。お遺跡短いからさ。いや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 。じゃあ君のちゃんは、はい、次誰インタビューしますか。はい、いろいろ悩んだんですけど、うん、やっぱちょっと女性の話を聞きたいなっていうのもあって、うんうんうん、ね、今すごくトップアスリートとしてっていうわけじゃないんですけど、はい、ライター業しながら、なんだ、はい、ライター業しながら、だんだん今ちょっと結果出してるエマちゃん。あははははは、はへえ、それは面白そうですね。うん、なんか、こういう機会なので、うん、ライターに逆インタビューするっていうのも。はい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 。なるほど、なるほど。はい、彼女最近、本気でトレーニング、ね、なんかトモさんのトレーニングとか受けたりですよね。なのでその辺のなんか意識が変わったところどうなのかなっていうのを前々から興味持ってたんで、機会にちょっとお聞きできればなと。じゃあぐいぐい聞いてきてください。そうですね。ありがとうございます。じゃあ本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。また一緒に走らせてください。ぜひぜひ、本当このコロナが収まったらまたね、そっちにも行って、はい、ぜひ京都にも遊びに来てください。はい、またお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。見てね。